ではいきます。こちらは、前後ツーウェイパワーショルカットソーです。品番が C の5924 です。お色が私が着用しているのはオフ×ブラックです。はい、続いてこちらがライトグリーンです。はい、そしてこちらがオフホワイトで、こちらがサニーオレンジです。で、次がこちらピンクです。ピンク、はい、こちらは、5色展開になっております。はい、では値段いきます。じゃじゃん、1990円、イエーイ。はい、でこちらも、1月21日金曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格になります。はい、ではポイントをお伝えしますね。こちらは、前後ツーウェイトのことなので、私今このちょっとスクエアな柔らかいスクエア系のネックの方で着ているんですが、後ろがクルーになっているのでクルーのネックでも着ていただくことができます。で、私これ結構いいなと思ったのが、このスクエアの感じが深すぎないので、私もともとそんなにスクエアタンクすごく得意ってわけではないんですけど、何でしょう、こうがっつり開いてると苦手なんですけど、これぐらいだったらすごく着やすいし、形も綺麗だし、この鎖骨がすごく綺麗に見えるなと思ったので、私結構これはスクエアの方でも着れるなって感じました。で、ツーウェイなのでこっちのクルーもまた後で着てみようと思うんですが、クルーもね、むしろスクエアの方よりはもうちょっと上がってそうなので、さらにこの辺り気になる方はちょっと隠して着ていただけるんじゃないかなと思ってます。で、あとはここがパワーショルになってるんですけど、この切り替えが私肩の端っこここなんですけど、肩よりも中に入っているのですごく華奢に見えるかなと思っています。で、ここがねクシュクシュクシュってここ入ってるので、このクシュクシュ感がこの二の腕のここがピタッてなってたらちょっと二の腕気になる方もいらっしゃるかもなんですけど、ここはこのクシュクシュ感ですごくカバーしてくれるんじゃないかなと思っています。で、シルエットもそんなにピタピタすぎず、腕もそんなにこうピタッてなってる感じもないし、あとはすごく柔らかいです。着心地が伸び伸び伸縮性があるのですごく着心地いいなって思っています。はい、で、ボーダーだけなんですけど、ボーダーだけここのパイピングは白です。他は同色になっています。はい、で着丈がこれぐらい、 長すぎず短すぎず、骨盤ここです。こんな感じの着丈になります。はい、結構ね、ジャケットのインとかにも合わせやすそうな気がしますし、ジレ合わせても可愛いと思います。今日もね、はい、後ろ見たいです。後ろこんな感じです。なんかそんなにガッと開いてる感じがないので、後ろも綺麗です。ブルーです。はい、ボーダーで胸が大きいと目立ちますか？ピッチが太いというか、こうあるタイプは何でしょう、この伸びてこう見えてしまうので大きい分気になるかもしれないんですけど、これ結構細かいので多分ね、広こうやって広がってもそんなに目立ちすぎないとは思います。はい、そしたら行きます。オレンジ見たいです。オレンジ着てきます。すごく履きやすいですね。なんか丈があれやな、ちょっと納得いかんけど、カバンどうぞ。めっちゃ可愛いこれ。
の合わせ好きだな。あ、無理でした。カバンはこれ合わせたい。オレンジ着ますね。デニム合わせ、オレンジにちょっとデニム合わせます。じゃあちょっと待ってください。うんうん、あ、そう、私ちょっと太ったんです。そう、ごめんなさい、ちょっとサイズ感がもしかしたら横から見たら太ったって思うかも。すいません。あ、たたんだら見えそうでしたね。ちょっとそれ後で検証してみましょう。多分ね、かがむときは私が特に、なんでしょう、この鎖骨部分とかがどっちかというとあんまり高さがないタイプなので、多分ね、かがんだら私大体のもの見えると思うんですよ。だからこう手添えるようにはしてるんですけど、だから骨格にも結構よりますね。うん、今日のかくちゃんお腹出しがち。確かにちょっとね、なんか高さが合わへんのですよね。なんかちょっと出しがちやわ。なんかなんか春っぽいですね。こっちは、あ、こっち、あ、またこっちできちゃった、ごめんなさい。こっちできちゃいました。オレンジです。で、こうやってかがんだときはめっちゃピッて張ってたら多分大丈夫だけど、こうやって物取るときとかは私こう浮いてるのでちょっと危険かもしれません。はい、靴をちょっとギンガムチェックにしてみたんですけど、どうですか？オレンジ、オレンジも可愛いですね。すごい柔らかいカラーなので春らしく着ていただけると思います。はい、うん、あ、ミルキーなオレンジかな。確かにちょっと白が混ざってそうな感じの色味に思います。はい、うん、下がモカだとこのトップスどの色も合いそう？あ、合いそう、合いそう。これとかも可愛いし、多分モカ全部合いますよ。ピンクにモカも可愛いし、まあ、白はね断然合いますよね。うん、でさっきかくちゃんグリーンで合わせたし、ボーダーもね、あのモノトーンだから可愛いと思うので、うん、全然いけると思います。はい、うん、あ、そう、実はリブだったんだ。そうなんですよ、ちょっとご説明しておらず申し訳ないです。細く、めっちゃ細いリブです。でもカットソーのリブって感じなので、こうニットのリブとはまた雰囲気が変わります。だからこう伸縮性がしっかり伸び伸びあります。うん、汗じみどうでしょうか。汗じみに関してはちょっと今日ね、あのお水用意が申し訳ないんですけどできてなくて、でも色物に関してはやっぱりちょっとね、染みると色は変わるとは思います。大体のやっぱカットソーとかブラウスそうだと思うんですけど、ただまあ乾きに関してはカットソーは結構早い方だと思うので、うん、まだマシだとは思います。まあそれこそ気になる方はなんかキャミとかそういうので対策をしていただくっていうのがいいかなと思います。はい、あ、グリーンやってるだけでもいいので OK です。グリーンはこんな感じですね。グリーンも可愛い。あとピンクも着てみようかなと思うので、ちょっとピンクを反対でまだ着てないので 2way の反対側で着てきます。色、これで、いーちゃんの何色が好きですか？ノーマークだったらありがとうございます、ゆみみさん。私ね、色は
でもピンク可愛いなと思ってるけど、でもやっぱりね、私が多分よく着そうやなっていうのは追っかけるブラックです。ボーダーこれすごい可愛い、好きです。なんかボーダーめっちゃ使いやすいんやろうなって思ったのと、なんでしょうね、このピッチの感じが最近出てたボーダーにはあんまりない感じがするので、それが結構ね好きですね。ピンクを反対に来たら、あ、でも後ろがやっぱりちょっと開くので、その出方見てもらいたいですね。わ、ピンクも可愛い。やっぱ春はカラーが着たくなるな。あのネックを反対で着ました。こっちで着るとちょっとなんかこうボートっぽくなります。幅があるのでこんな感じです、開き具合は。で、後ろが少しやっぱり開きますね。この分スクエアの形で開きます。こんな感じ。ピンクも可愛いです。ピンクにデニムがやっぱりこう春らしいので、こういうキャンバスの、これ今日の再販新色なんですけど、キャンバスのバッグとか持ったらめちゃくちゃ可愛いです。春っぽいし、こんな感じです。はい、あ、そう、ピッチに関してなんですけど、ピッチはこうボーダーのこの幅のことをピッチって言います。はい、なので私結構ボーダーがこれ好きです。なんか何でも合うと思います、このボーダー。なんかこのここがやっぱ細いので、そんなに主張しすぎず、ボーダーやけど主張しすぎない感じ、わかります？太かったら多分もうちょっとボーダー感しっかり出るんですけど、離れてみた時とかもどっちかというとこう柔らかめな方で着れると思います。うん、はい、こんな感じです。じゃあちょっと最後もう一個